ないのかな。だんだん分かってくるからね、うん、俺ね兄貴の部屋にね、うん、カポ、あ、カポタスト、うん、あれが置いてあったのね。でこれが分からなくてさ何使うか、うん、新手のオナニー器具かなって思ったの思ったのよく覚えてる。分かんないじゃない、なんだろうこれって思って、ちょっとこう丸いのがついてる、あのカポだ、こうやってねじるタイプの、何見てもいやらしいことに結びつけてるところじゃない、うん、ちょっと現物あるんでねえな、ちょっと高速積み系だよ、僕らは知ってるけど、ほら、うん、この視聴者の方々にそのオナニーグッズをあのね、とりあえずオナニーグッズ2つぐらいしか今持ってないけど、うん、カバ2つこっちでしょ、オナニー、あ、これ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 だから少年が兄の部屋でこれを見つけました、うん、なんだかまるで分かりませんこの太さ、これでこう締め付けるこう痛いんじゃないかなとかこう、うん、とかね痛いんじゃないかなとかこう、くだらないな、でも思った少年の頃。でも内田君はよく知ってると思うけど、僕はいまだに音楽理論とか楽器のこととか、うん、まるで分かんないの、ね、昨日その話聞きましたよ小説が分からないっていうのを聞いた。そこまではなんかでも、うん、その大草原を勝てるようになったとか言ってたよ。そう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 、曲をね言葉で全部説明すると大草原から馬が来るって言ったらディレクターがそれ行こうってシュールになっちゃったんだよね。あ、何の曲だったの。サボテンとバントラインっていう曲。ダンタカダンタカダンタカ、あれ馬の音だ。ダンタカ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 、あれはちゃんと曲になる前に、うん、だから全部言葉の解説でシングルが決まっちゃったんだよ、うんうん、おお、ひどいよね。ひどいねそれあれは真面目に楽器演奏してる人は怒るよ、ね、これ今にして思うなんだねでもほらこの前あの俺大月くんに聞いたんだけどさ、うん、あの今バテちゃったなんていう話があったけど、うん、あのいかに疲れないでボーカルを取るかっていうのを俺に教えてくれたじゃん。 あまり動かないようにした方がいいよと俺に言った。動かないのが一番いい、一番です。あ、うん、しかし実際は動いてるように見えるテクニックっていうのがあるわけでしょ。だから動きを大きくすることでしょ。こう動きをウルトラマンと一緒で、あ、動きをゆっくりにしてスローモーにしてでかくこうやって、うん、それでね、ボーカルに専念する人の場合はこう下向いちゃいけないよね。お、ここら辺向いた方がいい。なるほど、うん、あの君は千手観音 の時はちょっとこんな感じカンペを見てたのでちょっと目線が若干下に行っておりましたが、うん、大月式はねライブハウスをね、うんうん、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ライブハウスだったら9等分して考える。おー、ブロック分けして、ブロック分けして、うん、横に違う客席があって、うん、1,2,3 の、前、真ん中、後ろで1,2,9と 3×3 で、で、2階は、うん、2階は全部1個と考えて、あ、なるほど、10等分と考えて、うん、で前の方のお客さんはどの道盛り上がってる場合が多いから、うんうんうん、前の方のお客さんはあんまりこうアプローチしない。前のお客さんの、あ、前に近づくときは目線を上にやるとか、でこっちのお客さんにこう行くときは目線をこっちに、なるほどね、ためになるんですね。それで、メンバーがわーって出てきたときは自分はぐーっと後ろに下がるとか、それポイントだよね。風味、高槻くんを立てるということでね、そういう風にするようにしたら自然にね、うん、メンバーの方が動くようになって、あ、なるほどなるほど、こう楽になって、前4人もいるからね。そうだよね、自分が頑張らなきゃっていうよりね、他の人も頑張ってくれっていう方が楽だよね。うん、うちのバンドは特にあのギターの本庄というのがですね、うん、はいはい、こっち側に1人しかいないんだけど、うん、すぐこっち来ちゃうのよそっち空いちゃうの、うん、誰もいなくなってさ、そうすると僕がてててって言ってそこにいると、うん、なるほど。そうすると本庄君というのはあのボーカルのモニターに足をかけて真ん中でやってんだよで戻っても俺のいるとこなくてさ、俺時々見に行くけど、うん、目に浮かぶでしょ浮かぶ浮かぶ、結構困っちゃうんだけどね。これ得意だね、うん、そうそう、うん、結構ねそういうのが難しい、うん、そういう動きをこう
ツアー何本やっていくと、うん、だんだん分かってくるわけですね。あ、なるほど。ここで、うん、やつが来るからこう逃げてと、うんうん、で右行って左行って。でツアー終わってしばらく休むと、うん、全部忘れてて、まあ、一からやり直し次に初めてライブをやると、うん、みんなもうバーンとニアミスとか多いんですよ。うお、サボし仕分けだ、うん、あ、この間もあったな。おお、あ、6月の高槻君の V の尻尾がね、うん、ドバーンと、ね、うん、この辺に来たですね。宇宙君の腹に当たった。うん、俺もね、よく輪島ぶん殴るんだよね。いや、俺よく殴られるね、あのヘッドの角でさ、輪島の顔ガーンっていっちゃうんだよ、僕。俺の場合はさ、あの踊る一寸法師とか、ああいう俺が一番好きな曲で俺没頭しちゃうわけよ。で、すんごいもう動きに動きまくって、うーっつった時に貧血気味になってフラフラフラって動いた時に輪島ガーンってやっちゃうんだよ。その点ドラムは当たんないよ。あ、被害ね。あれね、ドラムはね、あのよくあるのはこうマイクスタンドが動いてしまう、うん、あ、まあそんなの自分でふっと直せばいいんだけど、ね、俺よくやるんだよ、マスヒロのスタンド、マイクスタンドを蹴るっていうのは、京都のタクタクで、うん、あ、必ず起きるよね、うん、そういうことね、タクタクね。でそのたんびに、あ、俺まずいことしちゃった、マスヒロ怒ると思ってごめんなさいって目であんな合図してるけど、わかる俺の、いや、わかる、そんな気にしなくていい。いや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 、でも俺謝ってるのわかる、わかる、あ、よかったよかった。ボーカルってね、ボーカルはね、常にね、なんかね、申し訳ないって気持ちでやってることが多い。誰に対して、メンバーに、メンバーに対して。俺だけ目立ってごめんなさいって。だから目立たざるを得ない状態にあるじゃない。であんまり自分中心にやると、うん、絶対メンバーから言われるから、いつもねビクビクしながらやってる。うわー、なんか緊張大変なんだよ。泣いたくなるね。ずーっとライブやりながらね、気使ってやってるから、うん、一度としてライブで乗ったってことないね。ないね。ここ一心不乱なんてことじゃない。その境地よく外人とかなってるらしいけど、いや俺もね、だからないんだよね、なかなかすごくなんかこう、なんか怖い、うん、あのなんかこうリチブラクモアみたいなやつとか言って、うん、なんかやると怒られるみたいな気持ちで常に俺はやってる、ね、はいはいはい、じゃあグラハム・ボネット状態でいつもライブしてんだ。グラハム・ボネットもそうだったの。なんかほら、お前その髪型なんだって注意されたりさ、セーターカーディガンを着るのはやめろって怒られたって。いや俺はずっとそうだったよ。そうなんだ。俺今髪切っちゃったからなんだけどさ、うん、伸ばしてた気が、この白髪の影にはすごい苦労があるんだ。苦労したよ。だからボーカルはね、例えばね、一人称も俺って言っちゃいけないの、僕って言っちゃいけないの、お、我々って言わなきゃいけないの、バンドは一人じゃないから、あ、とかそんなことまで気使ってやるのよ。わかった。それでこの前あの大月君のソロのライブの時に、うん、やたら俺連発してたんだ、あ、ソロの時に、ね、俺さ、なんか必要以上に俺出すなって、俺っていう感じ出してたのよ、大月君、俺についてくるかとか言って、それで20回でも、ね、でもそれがバンドになると我々って、我々なら、うん、MC で言い直すもんね。そう、俺もといとか言って、我々がとか言って、結構大変ですね。それ今あの俺でしゃばりすぎるとメンバーが文句言うなんて言ってたけどさ、うん、本当に言うのこれ本当に冗談じゃなくて、いや、さすがにね、20代後半ぐらいからね、うん、なかったけど、最初そうだな、20代前半ぐらいの頃はいろいろ、内田君は別にそういうこと言うタイプじゃないんだけど、うんうん、結構高槻君とか言ってた。高槻君はね、うん、あの面白い例えをしてね、うん、ディープパープルを見ろと、うん、見ろ、うん、見ろと、うん、カリフォルニアジャムを見ろと、うんうん、カリフォルニアジャムで、うん、誰だっけ、ギターのネックの後ろしか見えないけど、あの、うん、第2期のメンバーが辞めて、うん、ヤン・ギランとか、うん、デビカバと、うん、あの人グレン・ヒューズ、グレン・ヒューズが入った、うん、入ってお披露目のライブを、うん、あんなでかいところでやって、うんうんうん、もう気を使ってるんだと、うん、
そうだよね。気を使ってる、うん、そうは言わなかったけど。いやでも確かにそのようにしてくれないか。デビッドカバーでる自分の歌が終わるとススススッと痛くなるもんね、あのビデオね、うん、あれさ、俺そのビデオ俺も持ってるんだけどさ、うん、デビカバがさ上がってんだよね。緊張してる、上がっててさ、もう MC とかさフォーとかなんてやって、うんうんうん、何言ってんのか分かんないんだよね。それでさ、こうやってなんだっけ、こうやってあうん、なんかコロンが口に入るなとか、そういうそういうのなんだよね。そうするともうこいつダメだ、黙らせようって感じでジョン・ロードが喋り出すんだけど、うんうんうん、ジョン・ロードのべしゃりがつまんねえのつまんねえの、あそこにいるアイスクリーム屋さんみたいな人はとか言って全然ロックっぽくないんだよね。まあ手なわけでとか。そうだそうだ、じゃあ次のアルバムに入ってる1曲をとか、そういうさ、これあれはいい人だね。大月くんいない時も内田くんと一緒にね、ジョン・ロードの悪口言ってたんだけどね、また出たね、ジョン・ロード悪口。ジョン・ロードはねMC がつまんない。MC あれ知ってる？ MC が外国のバンドで、うん、MC がうまいのは、うん、俺一説によるとジミヘンだったっていう説が、あでジミヘン、ビデオ見るとすごいこと言ってるんだよね。ジミヘンさ受けてんじゃん、うん、あれっていうのはそのなんとかさ笑わせてたんだってね、 MC がうまいんだって。あそれは何、ギャグみたいな感じで、こうチューニングしながらも、なんかいやこの間はさ、いとこのジョニーがさ、漫談みたいなのそう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 、ギター漫談なんだから地面ギター漫談よ。でだってそれでこうべしゃりで笑わせて、いや本当に参っちゃったよとか言ってさ、言った後でこうやって手のわけでって、手のわけでって言って、それで変な顔して、うーっていう顔して、うーっとかやって、でギター燃やしたりして、本当にギター漫談の人だったらしい、ジミヘンは。なんかさ、雨降るとコートが必要だよねとか、なんかバテわかんない字幕とかあるのよ、ビデオ見ると、うんうん、雨降るとコートが必要だよねとかさ、なんか曲に全然関係ないこと言ってるんだよね。うまいんだって。それでもいい、いいね、そういう。なんでかポルカみたいなもうなんか、もう何だと酒井進むみたいなもんだよ。 あと牧伸二とかさだってさ、地面の歌とかもさ、要はさ、なんか葉っぱが吸いてえけど、うんうん、なんか法律でダメで困るぜとか、そういう曲じゃん。なんでか、なんでか、つまりあれはぼやきギター漫談だな。怒られるかね、これね。ぼやいてんだよ、あれ。俺は関係ないけど、ぼやきって言ったらさ、レッツゴー3匹っているじゃない、はいはい、あれの調作、うん、あの人喋んないじゃない、うん、でもね、大阪ではピンでやってんだよ。おお、ね、看板があって、レッツゴー調作のぼやき漫談って書いてあってさこれショックが多いよね。見たの調作が、いや見てないんだけど、調作がピンでやってるというのは一つのショックで、ショックだよね。でレッツゴーしかも調査が漫談やってるんちゃうね。しかもぼやき漫談、ね、ぼやいてんのにレッツゴーっていうの、まあ、すいません、どうでもいい。いやいや、調査っていうところがポイント高いやな。あれもね、ボーカルはね大変ですよ。筋肉小隊は MC 担当が僕しかいない、うん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 、からね、うんうんうん、なんかトラブルがあるとその間 MC で繋がらなきゃいけないんだっていう、うん、いや俺でも見に行くたびに、いや大月君の MC は面白いなと思うんだけど、俺繋がなきゃいけないなんていうふうに思ってると思わなかった。なんか喋るの好きだっていうふうに俺感じ取ったけど、違うんだ、繋がなきゃ繋がなきゃっていう。じゃ結構何を話すかぐらいは一応頭の中には止めてあるの？あります。ああ MC 表っていうものがあって あるわけだ。だからリハーサル中 MC のことしか考えてなかったよ。でもそれ大事だよね、エンターテインメントとしてはさ、ね、いや僕らなんかさ、とりあえずだから MC やんなきゃいけないなと思ってやるんだけど、うん、三浦純さんにさ、君ら MC 全然下手だとか言われてね、面白くないって言われたんだよ。面白くないの、三浦さんさ、二人ともボケやなんとか、二人ともボケだからダメだボケ二人でどうするとか言って、やめろとか言われて、関西的なあれだよね、うん、そう、もう三浦さんは何かちょっとこれが出るじゃん、うんうん、やっぱボケツッコミにはうるさいんだよね。
俺だからそこで検証でやろうと思ったのは、うん、自分がボケ側になってお客に突っ込んでもらう、うん、で お客をボケにして自分が突っ込むっていうのをそれを10年間で習得した習得したけどロックは習得しなかったそういうことだけを習得してる俺の10年は何だったんだろうな。いやでも習得したいな NMC 聞く限りはな。いやいやいやもう芸能一に達してますよやっぱり。引き込むのがうめえなと思って、ね、僕が見た中で、うん、X ジャパン元 X ジャパンのトシ君が一番 MC うまかったな。うまい、それは意外、うん、あのトンチが効いてるトンチウィットとかじゃなくてトンチだだからこうお前らなんだって言いながら、うん、例えばそこにお前らすかしてんじゃねえって言わないで、うん、お前らおしゃまさんしてんじゃねえおしゃまさん一言で、うん、で女の子たちはキャーってなるけどそのスタッフはどうと受けるの、うん、うまいなあ。なるほどね、うん、思ったの。でも YOSHIKI さんのMC でないところで笑わせるのが一番うまいと思ってるそれは例えばあの、ね、東京ドームでね見に行ったのよ、うんうん、ね、こんな銀のなんか桃みたいのからグーって出てくるのよシャーッて叩いて、うん、でバッと決めたところでコテって倒れるのじゃあわざと、うん、いや多分エネルギーが尽きたんです。尽きるほどやるんだ。尽きるでしょ。それであのスタッフがわーっと来てもう一回抱き起こすわけ。ほう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 。話せって言ってこうドラムの椅子にこうやって上がってってまたスティック持ったらまたやーって元気じゃんって全然元気じゃんっていう。それ話してジェームス・ブラウンのマンションなんだ。それを3回やってまさにマンション3回やって最後こうやって抱えられながら帰ってくんだけど次の曲でもまさにだ。すごい。すごかったよ、うん、X 東京ドーム見に行ったらそれを見て失神、本当に失神したファンの子たちがどん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 憧れくるんだ。へえ、昔のビートルズを見てた人が失神したように、うんうん、オックスの牧野、うん、秀人みたいな、あの人もぶっ倒れるよね、うん、びっくりしたなあれを見た時に、あ、まだまだ俺の芸は練れてないな練れてないな練ってどうするたまに倒れてみる試しに。これ内田君が倒れるのを僕は一度見たことあります。ライブで疲れで何だっけね、うん、何ぐらいかな疲れで、うん、あ、それは本当に疲れちゃった、うん、疲れて倒れちゃった。ベース弾きながらねこうガーって倒れるときにね目があったスローモーションのようにね、ちょっとね苦笑いしながら、ね苦笑いしながらふーって倒れてったの。うわ、その時どうしたのかな、その後の曲は。でも倒れながらなんか弾いてたよね。なんで倒れたのかな。あ、じゃあ気は失ってないんだね。うん、うん、倒れたのは覚えてる。あ、転んだっていうより倒れてでも演奏したと。あの職業意識ありますね。うんうんうん、あのブラックジャックに出てきたお医者さんが。うん、死んでんのにまだメスをこう、俺すごいな話があれ知らない、そんなのあんの。すでに死んでたのにまだ手術やってたっていう話が。もう階段一歩前だよなあれ。もうガンで腹に水たまたまも手術してたんだよ、うん、死にながら。ブラックジャックがじゃないでしょ。じゃないんだけどさ、うん、あれ出てきた先生が、うん、ほら伊丹十三のタンポポでさ、うん、なんかお母さん死んだのにさ息子にせがまれてチャーハン作ったっていうそれの方が怖いね。相当怖いね。でお母さん死んじゃって、うん、母ちゃん死ぬな死ぬな、ご飯作ってくれよってむくって起き上がってチャーハン作ってこうみんな食べて、そしたらお母さんまたバンって死んじゃったっていう、うん、やっぱりあれですか、ロックミュージシャンたるもの最後はステージの上で上で死ななきゃダメかな、本物だって。いやだね、よく見たら死んでたらね。やだよね、死んでるのに歌ってたって歌ってるアンコール出たっていたもんね、この間来たガイタレでステージで死んじゃったの。いたの。あの、誰だっけ、ブルースの人。ああ、誰だっけな、小林さん言ってたんだよな、うん、誰だったっけ。一曲歌って倒れて、えジョニー・ギター・ワトソン知ってる。俺も知らん。
いや知ってるけど。知ってる。偉い人なんだ。まあ偉いっていうか、まあよくそういう譜面集とかに必ず乗るような人もね。一曲歌って倒れちゃったわけ？ん？もう出てきて1曲だか2曲だか歌っただかギター弾いただかって、うん、倒れちゃったら、うん、それこそジェームス・ブラウンのマントショーのような気でいた観客が大盛り上がりしたら、ね、死んでるのに盛り上がっちゃった本当に死んでたんだ。へー。あれジェームス・ブラウンさ、コテって倒れてさ、本当に死んじゃったらおかしいね。テレビ行こうって言ってお客がってこないっていう、うん、そうか、うん、いやでもほら、うん、金賞の、まあ、あのMC の話をしてたわけだけど、うん、内田くんのボソッとつぶやくよ、うん、あの一言葉はミスっていうか、ちょっと隠し味みたいで聞いてると思うんだよな。いいよね、それ僕んちなんだよねから始まるなんかもうこのあの一言は大月くんの長い MC に匹敵する効果があるなと思ってたんだよな。うん、対比のいい、うん、佐藤はね MC 上手い、うん、そこねあのポイントを押さえてる。そう、うん、じゃあなんか俺一回見に行った時のファンにプレゼントするっていうのをやっててさ、うん、内田くんからのプレゼントはあったらゴルゴ13の別冊出したのが、いや運命なんだ、ゴルゴ13ポイント押さえてるなって思ったんだよな、うん、覚えてない。あれそれ俺も覚えてる。マジも覚えてる。うん。うん、しかもゴルゴだとあのコンビニで売ってるのそうそうそう。そう増刊。増刊。ひどいねそれ。フィーリングカップルの誤悪とかそういうそういうね。ボソッとね。落としで聞かせるっていう。うん、ね。本人も書いてたよねエッセイにね。あのね最近僕が出した私だからっていう本に、うん、これ面白い。さっきちょっとピラピラに見てたけどさ、俺このあの人に近づくための方法すごい面白いなと思ってさ、だから大月くんに近づきたい人はみんなこれ読んで真似するよなと思いながら。いやそんなことないよ。あ本当、うん、これ見た？あ見た見た、うん、そこの賞は多重したの、ね、あのね、あのミュージシャンとかスポーツ選手でも何でも人気商売の男の人と仲良く、追っかけの女の子が仲良くなるにはどうすればいいかっていうのを全部レクチャーして書いてあるね。あなるほど、そりゃそうだと思って。とにかく写真豆腐、この丸さん写真豆腐、写真豆腐の手紙を送るのが一番なんだけど、うん、最近はプリクラっていうものができて、あプリクラっていうのはどんな人でも、うん、まあ5倍6倍によく見せちゃうからね。もうそういうもんかな。そうよ、本当よ、そうよ。逆もあると思うんだけど、俺もなんかもっと現物いいのにっていうのはあるっていうか。いやないないない、あないだからあんまりこれもこうそうしなくなってきた。まあでもシャレですけどね、うん。